初めまして、大好きな音楽へずっと考えてたこと、どうか聞いてほしくって、ちょっと照れくさいけれどずっと思っていたこと、こんなお手紙に込めて、どんな時もあなたの言葉声を聞いているだけで力が湧いてくるんだ。時もっても辛いくらい痛い日もあるけどね、あなたに触れるだけで気づけば、この世界は色鮮やかになる、花が咲くように。笑って泣いてどんな時だって選んでいいんだ、いつでも自由に、今日はどんなあなたに出会えるかな、この世界気持ち、ぎゅっと詰め込んだ思い、ちゃんと伝えられたかな。ああ、うん、ちょっとだけ不安だけどきっと届いてくれたよね、全部私の素直な言葉だから。もしもあなたに出会えてなかったらなんて思うだけで怖いほど大好きなんだ。本当にありがとう。